ミートエチパックリサイタルホールから、今日はバイオリニストの水野凛を紹介します。彼女は風邪をひいた時に病院に行ったら、先生から中学生に間違われたそうです。そんな凛ちゃんですが、今日はどんなバイオリンを弾いてくれるのでしょうか。それでは水野凛の演奏お楽しみください。こんにちは、水野凛です。名前の由来がバイオリンの凛から来ているので、バイオリンを演奏しています。私は愛知県出身ということで、愛知県は車社会と言われていて、私自身も車を運転して美味しいものを食べに行くことが大好きです。今回演奏する曲はバッハ作曲無伴奏バイオリンパルティータ第3番より3曲目のガボットです。私はこのオーケストラに入って活動していく中で、自分にいろんな課題があると気づいていく中で、私が今一番やらないといけないと思ったことがバッハの勉強でした。この自粛期間中、せっかく時間ができたので、ちゃんとバッハを勉強し直そうと思って、無伴奏バイオリン曲を全曲勉強し直しました。なんで私がバッハあんまり得意じゃないかっていうと、まあ、見ての通り身長がちっちゃくて、メンバーからも子供っぽいって言われるんですけど、頭の中も子供で、どちらかというと発散系の曲が得意で、感情をすごく出しやすいんですけど、頭を使って弾くっていうことがあんまり得意ではないということで、バッハはあんまり得意ではありませんでした。でも今回ちょっと長い時間をかけて勉強をしていったら、まあ私にとってはまだ難しい作品ではあるんですけど、バッハが楽しいなって感じるようになって、今回この曲を選んだのは、皆さんにもちょっとでもバッハ知らない人でもこの面白さを伝えられたらいいなと思って選びました。 CM とかにも使われていて、多分一番聞きやすくて耳なじみのいい曲じゃないかなと思います。これからももっと成長して、聴きに来てくださったお客様に楽しんでいただけるように、演奏家としてできること、日々の練習とか研究とかを続けていこうと思うので、温かく見守っていただけると嬉しいです。
中学生に間違えられた凛ちゃんでしたが、なかなか力強いバイオリンを弾いてくれました。バッハの曲というのはバイオリン奏者にとってはまるでバイブルのようなもんです。この曲を彼女は一生かけてこれからも弾き続けていくことでしょう。バイオリンというのはメロディー楽器ですけども、途中で出てくる重音というんですか、ジャンってこう音が重なる部分ですね。それによってそのメロディーがどういう空間にいるのか、例えば楽しいのか、興奮しているのか、苦しいのか、祈っているのか、バイオリン一台の一丁の曲ですけれども、そうした、曲の変化がいっぱいある曲でした。これからも、凛ちゃんの成長を見届けていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。